今回の動画は意味もなく走るっていう動画なんですが、まああまり意味なさすぎてもちょっと動画出すのやばいんで、今日は工具をねちょっと買い足しに行こうという動画を作ってみようと思いました。バイクいじったり車いじったりする方は工具屋さん好きですよね。というわけで今回はまあブラブラと走りながら工具屋さんの方へ行って買い物したいと思います。それでは今回も最後までご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いします。向かってるところはストロさんの方へ向かって行ってます。姫路の方にもあるんですが、どうしてもね中心抜けていかないといけないんで、車がねもうちょっと多いんでね、抜けるだけでもちょっと面倒くさいなあ思って、街中で気分よく走れるいうのを求めるのは無理があるんですが、まあこっちの方がね、まあ見ての通り街並みもいい感じなんでね、隣の町まで向かって行ってます。まあここもねもうずっと裏道で行ってるんで、まあこんな感じですけどね、買うんですが、まあそんな大きなものもバイクなんで買えないし、足りなかったものを今日は買いに行こうと思います。でね、前回の動画でジャッキの動画を上げたんですが、そろそろねジャッキも買って安定してね、車体の方を上げれるようになったんで、タイヤの方を外してフロントフォークのオーバーホールをやろうと思います。でね、フロントフォークのねオーバーホールといってもやったことないんですよねやったことがないので、ただいまYouTube の方で勉強してます。で、僕がやるんはもうね、これもだいぶ前に話した内容なんですが、左側のねフォークからねちょっとだけねなんか筋みたいににじみがついてるんですよね。で、右側はそんなことないんですが、まあそれのシールの交換、シールっていうんですかね、パッキンっていうんですかねの交換をするだけなんで、まあオイル交換プラスアルファいう感じにしようかなと思います。中のねシリンダーっていうんですかね、中にあるやつは言うて全然名前も覚えてないんですけどね、まあ、もう交換しないでシールだけ交換だけして漏れの方を止めようと思ってます。阿弥陀町、ね、高砂市ね、ブライダル都市高砂です。ラーメン500円ですよ、ね、ここ曲がると鹿島神社さんですね。柏餅がね結構境内行くまでのところに何店舗かね柏餅屋さんがあるんですよね。せっかくなんで空いてるかどうかわかんないですけど、ちょっと鹿島さんの方行って後で柏餅だけ買ってみようかなとも思います。
もうすぐね着きますね。あ、見えました、アストロ工具屋さん着きました。みんな大好きアストロ。暑い、ちょっとね工具屋さんで何も買わんでもなんか2、30分じーっと見てしまいそうですが、ちょっと買い物だけしてきます。はい、アストロさんでソケットを買ってきました。あとね欲しいやつあったんですけど、ちょうどね売れ切れでね、もうそれはあれですね、アマゾンかモノタロあたりでまあ買いたいと思います。今日の用事は終わったんで、終わったいうか目的は終わったんで、さっき言ってた柏餅売ってたらね、ちょっと買って帰ろうかなと思います。でね、ここの鹿島さんのね手前にね鳥居があるんですけど、めちゃくちゃでかいんですよね。あの鳥居はちょっとでかいですよね、迫力ありすぎ。ほらでかい。あるかな、売っとうかな。前もね買いに来たらね、やっぱり店閉まってたんですよね。花屋さんはやってるな。ああ休みやね。やってないね。休みでしたね、どこの店も。なかなか縁がないですね。いや、ほんまにこの鳥居でかいっすわ。今回の動画、次の動画に多分なると思いますが、フォークオーバーホールするにちょっとサイズの合う工具がなかったんで、アストロさんへ買いに行くっていう、まあ、動画にするほどでもなさそうなんですが、作ってみました。はい、次回はね、今までずっとやるやると言いながら放置してたフロントフォークのオーバーホールやってみたいと思います。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。